はいはい、皆さんこんにちは、りなじょーです。いつもたくさんのコメントやグッドボタンとありがとうございます。さあ本日も天神にやってきております。最近天神が多かろう。天神でね、朝活しようと突然始めた朝活天神にあるこちらのお店、ブルーボトルコーヒーに本日はやってきました。それでは早速行ってみよう。最近はダイエットを継続して頑張っておりますので、お酒ではございません。コーヒーでも飲もうかっていうことでここにやってきました。ここね、めっちゃ人気とよ、人気店。みんなさ、カフェが本当に疎いけんさ、インスタでこういろいろ見よっておしゃれなところ調べたっちゃけど、このお店も大人気店です。なんとね、ケゴ神社が隣にあると、めちゃくちゃ縁起が良くない？縁起がいいカフェです。そしてね、店内もめちゃくちゃおしゃれでテンション上がります。ということで注文をしたいと思います。メニューはこんな感じ。今回リナはこちらのお店のブランチプレートを目的にやってきたっちゃけど、ブランチプレートも3種類あって、コンプレ、ベジタブル、サラダ、その中で一番内容が盛りだくさんのやつにしました。やっぱね、盛りだくさん食べたいので、いくらダイエット中とはいえでこのお店面白いのが、注文するときに名字を聞かれるったいでね、コーヒーができたらなんと名字で呼ばれると番号じゃないだよ。あ、こちらです、コーヒーやってきました。なんかおしゃれなコップに包まれてじゃなくて入れられてやってきました。もうおしゃれよ、これだけのおしゃれ。どう、シャレとろ本日もお酒ではありませんよ。アメリカーノのホットにした577円です。ほら見て、なんか濃い口からさ、おしゃれと。友達はね、なんか違うコーヒーにしとった。これなんか忘れた、何やったっけ、なんかがなんかみたいな感じでいいよコーヒーよくわからんけど、そんな感じでコーヒーが出来上がりましたので乾杯をしたいと思います。乾杯。優雅な時間の始まりです。景色もいいし最高。そしてブランチプレートがやってきました。こちらです。コンプレ1870円。内容はね、白ストック、リーフサラダ、トマト、ゆで卵、ベーコン、グリルドベジタブル、フムスやったっけ、フムス、ソイクリームソースです。あとパンもついてます。リナがサラダプレートなんて、なんて珍しいんでしょうか。見てください、この健康的なプレート。この中で一番楽しみなのはパンです。あとベーコンです結局カロリーが高いやつでね、これなんかわからんくって、これがフムスっていうやつと思ったけど、調べたらフムスってひよこ豆だし、どうやって食べるかわからんったけど、なんかいろいろつけたりいや、つけるよねつけたり、パンとかつけたりして食べてみました。で、こちらは友達はなんか痩せているんですけれども、ベジタブルにしてました。やっぱり痩せている人っていうのはベーコン入りではないんですね。改めて実感しました。サラダプレートってね、リナ初めて食べたったいいつもさ、なんか油もんばっかり食べるけんさ、初めて食べたっちゃけど、絶対これ足りんやろうなって思いきや、意外とね、しっかりお腹いっぱいになったと。一つ一つ美味しかったっちゃけど、中でもパンが最高でした。なんか甘さがほんのりあって、友達とも言いよったっちゃけど、本当に美味しかった。野菜もね、なんか苦味とかも全くないけんさ、逆にお野菜の甘さとかもすごいあって美味しかったです。あっという間に食べました。ごちそうさまでした。ここのカフェは雰囲気もいいけん、ちょっと長居したくなる、ゆっくりしたくなるって感じやけん、もう一杯ずつ注文して少しおしゃべりをして帰りました。これは友達が頼んだラテアートと、リナはブラックコーヒーです。ブランチプレートも美味しいし、雰囲気もすごいおしゃれで縁起がいいカフェなので、気になった方はぜひ行ってみてください。ということで、本日は天神にあるブルーボトルコーヒーをご案内しましたが、いかがだったでしょうか。やっぱ健康的な食べ物はいいよ。たまにはね、お酒じゃなくってカフェはいかがですか。それではみんな、また会おう。バイバーイ、りなじょーでした。福岡